ゴミット、スモト図書館との境界をなす。上空カフェスモトアルチザンスクエアは、兵庫県スモト市新都心ゾーンのスモト市民広場にある、都市型産業基盤施設、複合文化商業施設である。基本となる建物は、明治時代に建設された赤レンガ造りの旧金棒、スモト第二工場機関室で、経済産業省の近代化産業遺産に認定されている。 近代日本における有数の宝石工場であり、スモトの近代化を象徴する旧金棒スモト工場の赤レンガ建築群の保存と再生のために20世紀末から21世紀初頭にかけてリノベーションされた施設の一つである。当建築を含む第二工場は横川工務所の設計、竹中工務店の施行で1909年に竣工した。 外壁はイギリス済みのレンガ作り、屋根は腰屋根で巨大なゴミとを外観上の特徴としている。これを積極的に保存集計して再利用し、同時に新築する四棟の隣接建築物との外観上の連続性、統一性と機能の連携を図る設計がなされている。スモ市の産業振興及び創造と文化芸術を紹介することを目的とする施設であり、アトリエ、 ギャラリー、レストラン、カフェなどがテナントとして入る。隣には、同じ第二工場の赤レンガ建築を活用した、スモト市立スモト図書館が設けられている。ありがとうございます。